北条貞明。北条貞明は、鎌倉時代末期の武将。北条氏の一門で、鎌倉幕府第十二代連署、在職、昭和四年、1315年7月12日、火略元年、1326年3月16日、第十五代執権、在職、昭中三年3月16日、1326年4月19日、昭中三年3月26日、 1326年4月29日。父は、金沢流の北条武時。母は、摂津の御家人である、遠藤た春の娘、入殿。金沢文庫で有名な北条佐根時の孫にあたる、金沢貞明とも呼ばれる。名の貞明は、北条貞時の、帝と、賢治の、剣を組み合わせたものと言われる。永人二年。 1294年12月26日に、左衛門の城、東二条院倉人にタスく任された。ただしこの官職は、法条一門では、低い方で諸子扱いであり、出資が17歳の時というのも遅いものである。これは、公安8年、1285年11月の、下月騒動で、父の賢治が連座して、失脚、賢治の性質は、足立生の娘。 足だ父親であるしていたことが影響していたとされる。永任四年、1296年4月12日に、十五一下二助され、4月24日に、右婚証言に助く任されるに及んで、ようやくた家の着手並みに扱われることになった。5月15日には、左近証言に転任されたため、通称は、越後左近大武証言と称されることになる。永忍六年、 1298年11月24日、清原直隆より、古文、皇居を伝授される。昭安二年、1300年10月1日に、十五以上に昇進し、これにより下月騒動以来の昇進の遅れを、取り戻した。昭安三年、1301年3月に、父が死去すると、北条佐時よりニーラを飛び越えて着死に抜擢されて、家督相続を命じられた。 これは、父の賢治に対する佐時の信任の厚さと佐田の、器量側により、上と認められ処置とされる。昭和四年、1302年7月、六原丹大南方に就任し、7月7日に戦、余計を率いて、鎌倉を出立し7月26日に受落した。8月11日には、中塚佐大輔に転任する。加減元,元年、1303年に、 丹大北方が、北条はじめじから北条自藩に交代すると、事実上の出権丹大として、京都の政務を仕切った。加減2年、1304年6月2日に、越後守に転任する。在京時代には、おじで、鎮税丹大であった、北条佐根が死去したため、金沢一門に不法を伝えたり、ご不覚散の法御により、自藩と共に弔問に訪れたりして、 ご伏見上皇より直後を授かったりしている。また多くの公家や僧侶と交友して、諸者活動を行うなど、文化的活動を精力的に行っている。だが、下元三年、1305年4月22日、鎌倉にて、連書で定明の衆都に当たる北条と木村が定時の、大瀬とする、特捜批官、御家人により撃たれる、下元の乱が起こる。 六原丹大への第一報では、時村が中されたとあり、二月騒動を連想した、佐田明のいる六原丹大南方では、北方からの攻撃を恐れて、戦々恐々であったとされ、佐田明の幽筆であった、倉住か金尾によると南方は、恐怖の蝶、肝や貴葬老気であったという。だが五月に時村の中罰は、北条隆司法の陰謀であったとする。 関東五教書が早馬により届き、時村を殺した、胸方らが殺害されて、さだあには、連座が及ばず、無罪とされた。あ、特次2年、年1三百七年一月二十九日に、生後一下に昇進する。だが、この昇進に対して、北条一門から異論が出されるなどしている。また八月十四日に、北方の時藩が死去して、短大北方が不在となったため、しばらくは、 南方の貞秋が単独で、京都の政務を担当することになった。延京元年、1308年12月、大仏堤防と交代して、六原丹大南方を辞任。延京2年、1309年1月に、鎌倉へ帰還した。延京2年、1309年1月21日、北条高時の元服式で御家み役。 原服する者の傍らで御剣を実施して控える役を務めた。この役は、北条一門の中でも要人が務めることが常であったため、定明は北条一門の中で重要な人物と見られていたことがわかる。その後、3月には、引き付かしら人3番に任命されたが、六原丹大を辞任して、鎌倉に帰還して3ヶ月ほどの定明が引き付け3番で、あることや兄の名は堅実。 七番より上位にあることは、佐田明が、北条一門の中でも特別待遇の地位にあったことを物語っている。四月九日には、北条博士士と共に、寄合あ州に任命され、引付、つけあい兼務により、幕府の中枢を担当する一員になった。八月に、法広博士が引き付一番から退いたため、佐田明は二番に昇進した。十二月に、 越後守るを辞任する。延京三年、1三百十年二月十八日の引き付け再編により佐田明は、引き付け頭人を辞職。六月二十五日に、六原短大北方として上落。六月二十八日に、右バゴンの神にタスク任された。王朝元年、1三百十一年十月二十四日に、武蔵守にタスク任される。なお、文の本に励み、 金沢文庫の充実を図っているものの、北方時代には南方時代ほどの文化的活動の積極性は見られなかった。昭和四年1315年7月11日、北条はじめじが執権になると、貞だも連署に就任した。昭和五年1316年7月に北条高時が執権になると、病弱な高時を補佐することになった。 12月14日に14位下に昇進。文法2年、1318年2月3日に14位以上に昇進。文法3年、1319年2月に、武蔵守を辞任する。小中3年、1326年3月、北条高時が病気で、執権職を辞職して出家すると、田明も、政務の引退と出家を望むが、異流を命じられる。 後継を定めない、高時の出家は、直執権に高時のこの国時を押す内官僚の、長崎氏と高時の弟の北条安江、後の時京を押す外籍の足達氏が対立する、徳宗家の争いに発展する。3月16日、佐田明は、内官僚、長崎高助により、国寺成長までの中継ぎとして擁立されて十五大執権に就任する。この時貞明は、 面目、極まりなくこうと、素直に喜び、執権就任の日から表情に出席するなど、精力的な活動を見せた。だが、さだあの執権就任に反対した安家は、出家し、それに追従して、安家、足立市に連なる、人々の多くが出家した。これによりさだあき暗殺の風分まで経ったため、旧地に立たされたさだは10日後の3月26日に、 執権職を辞職して出家した、法名は総研。そして新たな執権には4月24日に、法条森時が就任した。一連の騒動は、火略の騒動と呼ばれる。出家後の貞明は、息子の貞行、帝府由らの栄達を見ることを楽しみにしていたという。六原短大南方として在京する貞行に、鎌倉の情勢を伝えたりする役目も務めている。なお、 金沢流は、佐田明の出世のため、佐田幸、低冬の時代にも、幕府の中枢を担うようになっていた。玄徳2年、1330年うるう6月頃、佐田明は眼病を患っており、うるう6月3日付の書状では、この佐田幸宛に、それを知らせている。玄孔3年、小京二年、1333年5月、新田義貞が、 上野で挙兵して、鎌倉に攻め寄せた。この時、貞田明の着手の貞行とその着難の北条忠時ら、金沢一族の多くは、小袋坂を守備して、新田軍と戦い奮戦したが死にした。そして5月22日、宗建貞明は、高時と共に、北条特宗家の菩提寺である、鎌倉、東照寺に移り最後の拠点として、北条一族の多くと共に、 日田軍と少し戦った後、自陣した、東昇寺合戦。去年56。同母兄に、天川剣術と、北条時を。異母兄に、北条武弁、北条秋影がいる。通称が、越後六郎であることから、佐田明は六男とされている。子に、弱子で、六原短大南方となった佐田行。他に、帝冬など、多数の男子がいる。徳次三年。 1306年に創生した男子が一人いる。娘には火く4年、1329年3月に11歳で創生した娘のほか、二人の創生した娘が確認される。金沢文庫の古文書の中には、彼の書状が642通、書状の復元作業などから566通とも現存し、これは鎌倉時代後期。 末期の情勢を伝える上で貴重な資料となっている。佐田明は当時では一流の文化人であり、短大時代に多くの文化人と交友して著者を行ったりした。鎌倉期間後も新能将軍をもてなすために京都の名茶と道具類を備えるなどしている。佐田明の政治家としての評価は特捜家の強大な権力にひれ伏したとして低い。しかしこれは佐田明が 幕府滅亡時の7年前まで幕府中枢で幕政を仕切っていたため、幕府滅亡までも一定の影響力はあったと思われるという結果論であり、実際の定明は、洗礼や凛を重んじる常識人で周囲に対する配慮を怠らない調整役だったという。また病弱な高時を連所として盛り立てる一方で、足立事件と長崎高綱という二人の巨頭の権力争いに、 クッションの役割を務めて、高時政権を退化なく、支えた功労者である。優秀な人物ではあったが、革新的な思考や、無断的な手腕には乏しく、引くばり、調整によって、政権を維持する人物であった。長井進むは、以下のように表している。日付イコール旧歴、参考資料イコール北条時政以来貢献次第、東京大学資料編纂書所,所蔵下写写し、 鎌倉年代記、増補属資料体制、孫貴文脈、新定増補国資体系、金沢文庫古文書、武家年代記、増補属資料体制。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。